こんにちは、きのままです。今日は7月6日です。これはヤブカンゾウの花です。緑の中にオレンジっていうか橙色が生えてきてですね、花びらも八重咲きで華やかです。ヤブカンゾウに近い仲間のノカンゾウは似た色なんですけれども、一重咲きでユリっぽいです。日光キスギやユースでも同じユリ科忘れ草属の仲間だそうです。忘れ草はこのヤブカンゾウの別名にもなってるんですけれども、花言葉も憂いを忘れるとか私を忘れてというのがあります。に私を忘れてなんて、あの一文字違いの忘れな草の花言葉が私を忘れないでなんですけれども、全く逆ですよね。こちらはえらいさっぱりしてます。はい、なぜこのような別名や花言葉がついたかはいろいろ説があるんですけれども、3つ紹介しますと、1つにはこの美しさでひとときうさを忘れられるっていうこと、2つ目はこのヤブカンゾウの花、一日花といって1日咲いたらしぼんで終わりになってしまうんですね。そういう潔さからでしょうか。はい、そして3つ目、この、 つぼみも花びらも食べられるんですね。これつぼみ、はい、でとても美味しくって不眠改善にも効果があるそうです。なので食べると嫌なことを忘れられるっていうことですね。どれも楽観的というか明るくていいですね。私も食べてみたんですけれども、特にこのつぼみ、ちょっとだけ湯がいたものがですね、アスパラガスに味も食感もすごく似ていてびっくりしました。美味しかったです。はい、蒸して干したものは金針菜っていう名前で中華食材として使われてますね。栄養価も高いそうなので、安全な場所で取れたらぜひ試してみてください。はい、花もさっと湯がいたものをお料理に入れるとね、彩りが、ね、綺麗です。はい、そして3月頃に生えるわかめも美味しいです。こちらの動画もありますので、よかったらリンクからご覧ください。はい、このようにこの動画では私が気になった植物やその植物についてのちょっと面白いなって思った話があれば紹介しますので、よかったらいいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。今日はありがとうございました。なんかね、ヤブカンゾウは種がならなくて根で増えるんだそうです。はい、ね、不思議ですね。はい、綺麗です。